船岡咲のサキッチョとちょっと一息。2018年7月20日金曜日21時30分になりました。船岡咲のサキッチョとちょっと一息、パーソナリティの船岡咲です。こんばんは、イエーイ皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組もですね、はや第4回目を迎えられました。ありがとうございます。いやもうね、7月に入ったということで、もう7月ですよ、2018年も7月なんてもう夏ですね、すっかり梅雨も明けて、もういよいよね夏本番って感じなんですけど、皆さん夏は好きですか？私は春、夏、秋、冬の中で夏が一番好きなんですよ。だからもうやっと来たかっていう感じの、夏待ってましたっていう感じですでももうね、外は35度とか、もう30度なんか当たり前で超えちゃってて、もう本当に暑いですよね。でも私夏でも大好きなんで、毎日外でわざわざ歩いたりとかして汗だくになりながらそんな毎日を過ごしています。でもね、あの夏は暑いのが好きなんですけど、日焼けがね結構大変で、日焼け対策が私はね地味に大変なんですけど、あの日傘を差している女の子とかいっぱいいるんですけど、私日傘差すのが嫌いなので、もう何十層にも日焼け止めクリームを塗ってですねもうベタベタでね毎日過ごしてるんですけど、やっぱ船岡のねチャームポイントは色の白さなので、このね色の白さを今年の夏もちゃんと保ちながらね、毎日夏を楽しんで過ごしていこうかなって思います。で皆さんもね、夏嫌いな方も多分いると思うんですけど、まあ暑いことも楽しんで一緒に夏を頑張りましょうということで、あの船岡咲のサキッチョとちょっと一息、30分間皆さん今日もぜひお付き合いください。よろしくお願いします。船岡咲のサキッチョとちょっと一息、21時30分からお送りしています。船岡咲のサキッチョとちょっと一息。はい、今日はですね、いろいろな話をしようと思うんですけど、まずはですね、舞台バトルバトラーお疲れ様でした。ありがとうございます6月末から7月の頭まで私がヒロインをやらせていただいたバトルバトラーという舞台がようやく終わりまして、あのね、ご来場いただいた方も見てる方の中にいらっしゃると思うんですけど、ご来場いただきありがとうございました。面白かったですか？ああ面白かったですよねなんかあのバトルバトラーはですね、2時間ぐらいの舞台だったんですけど、もうそのほとんどが盾、もうアクションアクションまたアクションみたいな、もうアクション舞台だったんですけど、なんか私はアクションなかったんですけど、なんかアクションないのに私も毎日体が筋肉痛っていう、結構謎に疲労感たっぷりな、結構やっぱり私が演じた役はあの体こそ動かさないんですけど、やっぱ心が結構ねこう動く役だったので、意外とそういう役って体力使うんですよね。だからもう本当にもう3日目くらいからもう疲れ果てて、てもう体も心もボロボロみたいなそういう風に見えなかったと思うんですけど、そう意外と結構大変な役どころではありましたね。でもなんかそんなに必死に、ね、なることってやっぱり日常生活ないから、やっぱ舞台ってこういうところが素敵だなって思いましたね。はい、なんかあの前回のね第3回目に初めてのゲストで来てくれたヨッピーこと長谷川よしこさんもねゲストに来てくれたんですけど、いやめちゃくちゃかっこよかったですよね、ヨッピーも。なんか番組ではその時はどんな武器を使って戦うのかとかは内緒でみたいな感じだったんですけど、ヨッピーはあのねトンファーっていう、なんだ見たこともない
変な棒みたいな武器をね2本使って、ヨッピーはもうバリバリアクションを使って戦ってて、なんかヨッピーは舞台終わってから結構このね先ちょっと一息を見てくれてた私のファンの人にも、ここかっこよかったですっていう声をかけてもらえて嬉しかったって言ってて、お礼を伝えといてくださいって言われたので、ここで伝えさせてもらいましたありがとうございますはい、いやーなんかでも、ああいう役結構なんか普通な素朴な女の子みたいな役ってありそうでなかなかないから、またああいう役演じたいなって、またああいう役に巡り会えたらいいなって思いました皆さんはねどんな役がこれから見たいんですかね、気になりますね。なんかそういうのもメッセージとかで教えてもらえたら嬉しいなと思いますはい、ということでね、バトルバトラーお疲れ様でしたというお話でした。はい、話は変わって続いてはですね、なんと今回第4回目にして新しいコーナーを始めようと思います。サキッチョとちょっといい話。イエーイはい、サキッチョとちょっといい話というコーナーはですね、身近であったどうでもいい話なんですけど、なんかわざわざ人に言うほどでもないんだけど、なんかちょっといいことあったんだよねっていう、そういう話をわざわざこの番組で、ね、お話ししようと思いました。そういう持ち込み企画です。ですね、この企画はですね、私の絵心をもう存分に発揮したいということでですね、私がねスケッチブックに描いた自分で描いた絵付きでこの私のエピソードを話したいと思いますので、書いてきたんですけど見てください。先ちょっとちょっといい話、じゃーん、うわー、なんという絵心満載のイラストなんでしょうか。これはですね、見て お分かりの通りですね、ボーリングの絵なんですけど、なぜボーリングなのかっていうと、私先日ですね、いつだっけ、 2,3 週間前ぐらいに急にボーリングに行きたいって思い立って、姉夫婦と一緒にですね、夜中に車を走らせてですね、近所のラウンドなんちゃらっていうねボーリングをやってるお店に連れてってもらってボーリングをやったんですけど、ボーリングって私な3年ぶりぐらいにやったんですけど、私普段のその3年前までの私だったらスコアがですね100いつもいかなくて60とか70とかって、結構もうド下手みたいな感じだったんですけど、ですねその時やった時なんとですねスコアが160超え、嘘みたいな、プラス100っていうね、しかも2ゲームやったんですけど2ゲーム目は170とかいって、もうどういうことなんだろうってもうわけわかんなくて、しかもその日ですね、そのボーリングのお会計をかけてっていうね、なんか賭け事までしちゃって、だからなんか賭け事もあったからかもしれないんですけど、もういつも60とかだと私が160っていうね驚きの結果で、このイラストをね見てもらったらわかるんですけど、私この女の子私なんですけど、そっくり私なんですけど、首にですねお花がついてると思うんですけど、これはレイっていうお花でできたネックレスみたいなやつかけてもらってるんですけど、その私が行ったボウリングのお店のラウンドなんちゃらっていうところは何か何回かに1回イベントみたいなのがあって、今投げている方がこの時間ストライクを出したらみんなでお写真を1枚プレゼントみたいな企画があってですね、で私2ゲームやったんですけど、2ゲームともたまたま私の番にそのイベントが始まって、いやめちゃくちゃプレッシャーの中ですね、私は2回ともその時ストライクを出して、これはもう景品のお花なんですけど、もうこの優越感っていうか、もうドヤ感がね、もう写メいっぱい撮りましたからね、私こうお花だらけになってこう首がそう
なんかもうね、私ボウリング特技にしていいんじゃないかっていうぐらい。いやだって170って皆さん行きますか普段。あんま分かんないですけどね。だって300がマックスって言いますよね、スコアが。でやっぱ半分以上行くってそうそうないと思うし、やっぱ普段60だった私がなんでこんなにって、やっぱ3年ぶりにやったから昔の下手だった感覚を忘れていたのか分かんないんですけど、もうそれがめっちゃ嬉しくて、いつこの話しようかなってブログに書くかツイッターでツイートするかすごい悩んでたんですけど、ここだと思って、この私の番組でね、みんなにもう聞いて聞いてって感じで話したくてしょうがなくて、やっと話せたっていう。だからみんなすごいすごい船岡さすがみたいなコメントやメッセージたくさん送っちゃってくださいっていうね、こういう企画をですねこれからやっていこうと思うんですけど、面白いですかね私は最高に面白いしかももう一回 A 見てもらっていいですか。めっちゃ上手くないですか A。 右下の黒い四角みたいなやつ、あれスペアとストライクですよおしゃれー。もうボウリングのピンとかも初めて描きましたけど、うまい真ん中のピンちょっとね変な曲がってますけど、それもまあ絵心っていうことで。あ、そうでね、この絵をこの絵どうするんだって思うと思うんですけど、捨てるのはもったいない、やっぱこんなに素敵な素晴らしい作品を捨てるのはもったいないということでですね今度次回収録、公開収録があるんですけど、その時来てくれたファンの方にですねサインをね入れてメッセージを添えて、もう無理やりプレゼントみたいな欲しいですよね。でも皆さん、なのでそういうのもできる最高の企画じゃないかなって思いました今後もこの企画やっていきますのでお願いします。 CM の後もまだまだ続きます。船岡咲の咲きっちょとちょっと一息。はい、21時30分からお送りしています船岡咲の咲きっちょとちょっと一息。続いてはこのコーナーに行きたいと思います。今日の咲きっちょランキング。はい、今日のテーマは夏にしたいことということで、船岡の夏にしたいことランキングを発表したいと思います。このランキングは先っちょネームヒロさんからいただいたアイディアで採用させていただきました。それでは夏にしたいこと第3位、ドララ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 ラン、ビアガーデン、イエーイ皆さん、ビアガーデンって行ったことありますか？もう私はですね、インスタグラムの中でしか見たことないんですけどビアガーデン、でもね、ほら最近やっぱ夏になって電車の中とか街でももう広告いっぱい見るようになったんですけど、私ビアガーデンに行ったことがないので、いや今年の夏もう私25歳なんで、もうビアガーデン行っててもおかしくない大人だからだから今年の夏はですねビアガーデンに行きたいなって思うんですけど、やっぱ一緒に行ってくれる友達が今のところちょっと浮かばないので家族とね行きたいなって思います。やっぱビールって私あんまり飲めないんですけど、やっぱり外で美味しいものを食べながらね、暑さの中飲むビールってやっぱ美味しそうだなって思うんで、今年はビアガーデンに挑戦したいと思います。そして第2位、ダラララララララン、避暑地へ行くということで、避暑地って一体どこなのかはあんまりわかんないんですけど、静岡とかですかね、わかんないんですけど、涼しいところに行きたいなって思って、しかもちゃんと私の運転で行きたいと思いますので、まあそれも家族とね行こうかなって思っています今年はそういうインスタ映えみたいな生活をするっていうのがこの夏の目標です。そして第1位、レレ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 ン、
浴衣を着るわー浴衣を着るって着れるやろうって多分思ったと思うんですけど、実際ねもう今年お仕事で浴衣を着たんですけど、やっぱりあのプライベートで自分で着物じゃない浴衣を着てこう夏のイベントに出かけるっていう、もうこれももうインスタ映えですね。もうインスタのためにやるようなもんですけど今年はプライベートで浴衣を、私こう見えて浴衣自分で着付けできるので、浴衣を着てビアガーデンに行って避暑地に行くという私のインスタ楽しみにしててくださいということで以上今日の先っちょランキングのコーナーでした。ありがとうございます。はい、それでは話は変わってですね、現在舞台弾丸論破のもうあの放送日はですね、なんと初日なんですよ。おめでとうございます。もうあのですね、弾丸論破っていう舞台皆さん知ってるかはわからないんですけど、私はもう実は原作が大好きで、しかもこう毎年シリーズもので舞台をやっている作品なんですけど、ずっと密かに出たいな出たいなって狙ってた舞台だったんですよ実は。で、今回は縁があってオーディションを受けることができまして、で見事私は出演できるってなって、もうだから出演できるって決まってからこの今日の初日に至るまで結構半年ぐらい期間があったんですけど、もうワクワクでやっと初日っていう感じなので、もうめっちゃ今ハッピーですね。はい、皆さんじゃあ弾丸論破をね、私は大好きなんですけど知らない方もいらっしゃるかもしれないので、弾丸論破のあらすじを読ませていただきたいと思います。はい、超高校級の絶望による人類史上最大最悪の絶望的事件によって、かつて世界は崩壊まで追い詰められた。そんな絶望に満ちた世界を救うべく未来機関が結成される。江ノ島純子を倒した苗木誠たち78期生は未来機関に所属することになった。そこで世界の復興のため活動を続けるが、苗木は絶望の残党をかばったとして反逆の罪に問われてしまう。苗木の処分のために集まった未来機関一同だったが、モノクマによって監禁され最後の殺し合いを突きつけられる。ん、腕には奇妙なバングルがつけられ、一定時間が来ると催眠薬が投与され、さらにその中には裏切り者が存在し未来機関を殺しに来るというのだ。生き延びるためには裏切り者を見つけ出し殺すしかない。学級裁判というルールが存在しない殺し合い、殺すか殺されるか極限状態のデスゲームに苗木たちは追い詰められていく。希望が希望を殺す絶望の物語が始まるというあらすじなんですけど、あのこのあらすじだとちょっとちんぷんかんぷんですね難しい。なんかでもあの弾丸論破って結構今までシリーズものだったんですけど、今回はそのシリーズの一番最終シリーズの話が舞台化されて私がそれに出るんですけど、今までもですね結構弾丸論破って結構ダークなお話っていうか、結構こう殺すとか殺し合いみたいなお話なので、そういう描写がある結構衝撃的な作品になっていますね。でもこれ原作見てなくても相当楽しめると思うので、多分今あらすじ聞いても分かんなかったっていう方も全然大丈夫です。もうゼロの状態で来ていただいても楽しめる作品ですし、何といっても私が演じる木村聖子ちゃんがもうすんごいことになっていて、もう言いたいけどやっぱ今日初日だからまだ言えないので、もう終わってからね存分に話そうと思うので、皆さんあのこれから見に来る方が多いと思うんですけど、ぜひ楽しみにしていてください。以上弾丸論破の話でした。はい、続いて、番組にいただいたお便りを読ませていただこうと思います。まず一つ、先っちょネーム財布さんからいただきました。船岡さんこんばんは。こんばんは。舞台バトルバトラーお疲れ様でした。前回のヨッピーさんとのトーク以外ほぼ知識ゼロで見に行ったんですが、船岡さんの演技はやっぱり引き込まれますね。激しい盾、各キャラクターの表と裏、まさかまさかの展開で2時間あっという間でした。本当に素敵な時間をありがとうございました。ということで、バトバトを見てくださり本当にありがとうございます。船岡さんの演技はやっぱり引き込まれますねという素晴らしいコメントをねいただきました。私結構あの結構よく言われるんですけど、舞台上でお芝居してる時と普段の
船岡が違いすぎて結構びっくりされることが多いんですけど、舞台の方がまあ本業なんでちゃんと仕事してるなって思って見てほしいなって思います。本当にありがとうございました。財布さん、そして船岡ネームヒロさんからいただきました。船岡咲さんに質問です。バトバトお疲れ様でした。音を演じるのに意識したことはありますか？早口や叫ぶシーンもあったので感情を高ぶらせるのが大変だったかなと思いました。教えてください、ということで。そうですね、あの音ちゃんという役を演じたんですけど、音ちゃんは盾がない代わりにセリフが結構多くて、しかも感情的になるシーンとかあって叫んだりとか、本当にそれこそ早口になったりとかいうシーンがあったんですけど、そんなに大変じゃなくて、やっぱりその時その時の感情でやると全然何にも大変ではなかったんですけど、やっぱ終わってからちょっと喉がね痛いなっていうのはあったので、やってる時は結構必死になってるんで案外大変だなって思ったことはなかったですね。あのバトバト来てくださりありがとうございました。そしてメッセージもありがとうございました。そしてもう一つですね、サキッチョネーム山光田さんからいただきました。サキちゃん4回目の放送おめでとうございます。ありがとうございます。サキちゃんの夏バテ対策を教えてください、ということで。夏バテは私結構しちゃうんですけど、夏バテした時はもう寝ないとダメですね。寝るしか治す方法がないので、結構仕事場でも寝ちゃったりしますね、夏バテしてると。夏は好きなんですけど、夏バテとやっぱ日焼けだけは私の最大の敵かなって思います。逆にいい夏バテ解消方法があったらね、皆さん教えてほしいなって思いますね。夏バテね、皆さん夏バテに気をつけましょうね、本当に。ということでメッセージありがとうございました。あのまたたくさんのメッセージお待ちしております。それでは CM の後はエンディングです。船岡咲の船岡咲の船岡咲の咲きっちょとちょっと一息。はい、21時30分からお送りしてきました船岡咲の咲きっちょとちょっと一息、第4回放送もエンディングとなりました。ここで船岡咲からお知らせです。はい、お知らせ1、舞台弾丸論破3ザステージ2018ジエンドオブ希望ヶ峰学園が本日初日を迎えました。公演日程がまだまだありまして、東京公演が池袋のサンシャイン劇場にて7月20日から23日まで、そして大阪公演があるんですけど私は出演しません。そして東京凱旋公演がヒューリックホール東京にて8月3日から13日という、東京凱旋公演の方が10日間も長いという不思議な日程になっていますが、私は木村聖子役で出演していますので、ぜひ皆さん見に来てください。そしてもう一つ舞台のお知らせがあります。舞台隔離用の宿飯と言って、今アニメが放送中の舞台に出演することになりました、東京公演がシアターサンモールにて9月5日の水曜日から9月9日日曜日まで、そしてなんと福岡公演という初の九州へ進出ということで、西鉄ホールにて9月13日木曜日から9月16日日曜日まで出演します。私はスズラン女郎雲という綺麗な女性を演じます。チケットは現在発売中になっております。そしてもう一つ舞台があります。リンコプロデュースステージリミットオブタイムラグという舞台が10月5日の金曜日から14日の日曜日まで渋谷の渋劇にて公演があります。そしてお待たせしました、初の公開収録のお知らせです。船岡咲の咲きっちょとちょっと一息初の公開収録スペシャル、2018年7月29日日曜日の14時から15時にてワロップのスタジオにてあります、当日券のみの販売になっていますので、当日ぜひ、足を運んでくれたら嬉しいです。次回放送は8月17日金曜日の21時30分からになっております。8月17日金曜日の19時までにメッセージを番組にて募集しておりますので、ぜひ送ってください。メールの宛先は mail@wallop.co.jp メール @wallop.co.jp にてお待ちしております。本日もありがとうございました。次回は初の公開収録でお会いしましょう。